九州では明日は各地で強い雨に要注意となりそうです。まず予想天気図見てみますと、こちらが明日朝9時の図ですね。こちら中国大陸の東の沖合に台風14号があります。明日は動きがかなり遅くなる予想です。でその東側で南からの湿った空気が大量に流れ込みまして、特に九州付近で前線活動が活発化するというふうに見られます。で明日の雨の予想をご覧いただきましょう。午前0時以降進めていきますと、湿った空気の流れ込みで特に九州のこの南東部ですね、雨雲がかなり発達をする可能性があります。またこちら五島列島を中心に東シナ海側にも強い雨雲が流れ込む可能性があります。各地でザーザーとした、本降りの雨ということになりそうですね。一方午後になりますと、こちら九州の北部は雨雲の隙間に入るものというふうに見られまして、降っている時間少し短くなりそうなんですけれども、九州は南東部は日中いっぱいは強い雨の恐れがあります。明日は引き続きですね、雷にも注意となりそうです。落雷や突風の可能性もありますので、最新の雨雲の動向に十分お気をつけください。